2024年上半期の音楽シーンを震撼させたナンンバーーアダインアイの衝撃デビュー木梨た武からコンプレックス桑田圭介まで2024年上半期の音楽界を総ざらい2024年上半期音楽シーンはかつてないほどの盛り上がりを見せ多くのアーティストがその才能を披露しましたその中でも特に注目を集めたのがナンンバーーアダインアイのデビュー曲「g o です この楽曲は平野翔、神宮寺優太岸優太の3人が織りなすラップと唯一無二のサウンドが特徴で多くのファンを魅了しました GOT はそのリリースと同時に音楽業界に大きな衝撃を与えました楽曲のプロデュースを手掛けたのはピコリという名のプロデューサーで彼は No.1&I の他の楽曲フジポン・ノイエス・ OK コンプレックスにも携わっています 彼の手掛けるサウンドはどれもパンチの効いた印象的なものであり、聴く者を魅了してやみません。ライブでのパフォーマンスにおいても、ナンバーアンダーライン I の徹底したこだわりが感じられます。彼らの楽曲はライブでのパフォーマンスを強く意識して作られており、観客を楽しませるための工夫が随所に見られます。例えば、OK コンプレックスのパフォーマンスでは、3人がリングに降り立ち、 そのリングを使って様々な演出を行います。これは、同じステージ機構を使用して異なる演出を見せるという、トベの四組の共通テーマを反映しています。ライブの映像を見ると、その細部にわたる計算されたパフォーマンスに驚かされます。私が個人的に感じたことですが、ナンバー・アンダー・ライン。愛の楽曲には、ライブを意識した要素が多く含まれていると感じます。 彼らの楽曲は観客との一体感を重視しており、その場の雰囲気を最大限に引き出すような構成になっています。これはライブでの経験を通じて得られるものであり、彼らのパフォーマンスがいかに練り込まれているかを示しています。また、彼らのデビュー曲「ゴートについても触れておきたいと思います。この楽曲はその独自性と力強さで多くのリスナーを魅了し、彼らの存在を強く印象づけました。 楽曲のリリース直後から多くのファンがその魅力に引き込まれ、彼らのライブパフォーマンスも大いに盛り上がりました。特に、ゴートのリリックとビートの融合は非常に印象的であり、聴くものを圧倒します。このように、ナンンバーーアダラインアイの楽曲はライブでのパフォーマンスを前提に作られているため、実際にライブで聴くとその進化がより一層引き立ちます。私自身もライブで彼らのパフォーマンスを目の当たりにして、 その迫力と一体感に圧倒されました。ライブの映像を見返すたびに、新たな発見があり、彼らの才能と努力に感銘を受けます。さらに、2024年上半期に注目を集めたのはナンバーアンダーラインアイだけではありません。トンネルズの木梨憲武、コンプレックス、吉川浩司保定友康、桑田圭介など、他のアーティストも多くの話題を提供しました。 彼らのパフォーマンスや楽曲もまた多くのファンを魅了し音楽シーンを盛り上げました特に木梨憲武のユニークなパフォーマンスやコンプレックスのエネルギッシュなライブは多くの観客に感動を与えましたまた桑田圭介の楽曲はその歌詞とメロディーで多くの人々の心に響きましたこれらのアーティストが提供するエンターテインメントはそれぞれが独自の魅力を持ち 観客を楽しまませてくれます2024年上半期は音楽シーンが再び活気を取り戻した時期でもありましたコロナ禍以前の景色が戻り多くのイベントやライブが開催されました音楽やエンターテインメントの世界は2019年以前を超える勢いと活気に満ちており多くのアーティストがその才能を披露しましたこの時期に特に注目を集めたのがナンンバーアンダーアダラインアイのデビュー曲 強盗ですこの楽曲はそのリリースと同時に音楽業界に大きな衝撃を与え多くのファンを魅了しました平野翔、神宮寺優太岸優太の3人が織りなすラップと唯一無二のサウンドが特徴で多くの人々の心に深く刻まれましたナンンバーアンダーアダラインアイの楽曲はライブでのパフォーマンスを強く意識して作られておりその場の雰囲気を最大限に引き出すような構成になっています これはライブでの経験を通じて得られるものであり、彼らのパフォーマンスがいかに練り込まれているかを示しています。また、ナンンバーーアダラインアイの楽曲にはライブを意識した要素が多く含まれていると感じます。彼らの楽曲は観客との一体感を重視しており、その場の雰囲気を最大限に引き出すような構成になっています。これはライブでの経験を通じて得られるものであり、 彼らのパフォーマンスがいかに練り込まれているかを示しています。2024年上半期に注目を集めたのはナンバーアンダーラインアイだけではありません。トンネルズの木梨憲武、コンプレックス、吉川浩二保定ともやす桑田圭介など、他のアーティストも多くの話題を提供しました。彼らのパフォーマンスや楽曲もまた、多くのファンを魅了し、音楽シーンを盛り上げました。特に 木梨紀武のユニークなパフォーマンスや、コンプレックスのエネルギッシュなライブは、多くの観客に感動を与えました。また、桑田圭介の楽曲はその歌詞とメロディーで多くの人々の心に響きました。これらのアーティストが提供するエンターテインメントは、それぞれが独自の魅力を持ち、観客を楽しませてくれます。音楽シーンは常に進化を続けており、新たな才能が次々と登場しています。 2024年上半期も例外ではなく、多くのアーティストがその才能を披露しました。彼らのパフォーマンスや楽曲は、多くの人々に感動を与え、音楽シーンを活気づけました。これからも、多くのアーティストがその才能を発揮し、音楽シーンを盛り上げてくれることを期待しています。そして、ナンバーアンダーラインアイのように新たな才能が登場し、多くの人々に感動を与えることでしょう。 音楽は人々の心をつなぎ、感動を与える力を持っています。その力を信じて、これからも音楽を楽しんでいきましょう。私たちは、音楽が持つ力を信じています。音楽は、感動を与え、心をつなぎ、人々を一つにする力を持っています。その力を信じて、これからも多くのアーティストがその才能を発揮し、音楽シーンを盛り上げてくれることを期待しています。 2024年上半期はその一つの証明ですこれからも音楽の力を信じて私たちは新たな才能の登場を楽しみにしていますそしてその才能が多くの人々に感動を与え音楽シーンをさらに盛り上げてくれることを期待しています音楽は永遠に私たちの心を豊かにし続けるでしょう n o ア i のデビュー曲 GO とは その独自性と力強さで多くのリスナーを魅了し、彼らの存在を強く印象づけました。彼らのパフォーマンスはその場の雰囲気を最大限に引き出すように計算されており、その結果として観客との一体感が生まれます。これはライブでの経験を通じて得られるものであり、彼らのパフォーマンスがいかに練り込まれているかを示しています。また、 ナンバーアンダーラインアイの楽曲にはライブを意識した要素が多く含まれておりその場の雰囲気を最大限に引き出すような構成になっていますこれはライブでの経験を通じて得られるものであり彼らのパフォーマンスがいかに練り込まれているかを示していますナンバーアンダーラインアイの楽曲はライブでのパフォーマンスを前提に作られているため実際にライブで聴くとその進化がより一層引き立ちます 私自身もライブで彼らのパフォーマンスを目の当たりにして、その迫力と一体感に圧倒されました。ライブの映像を見返すたびに、新たな発見があり、彼らの才能と努力に感銘を受けます。